カナダ国王はカナダの国家元首たる君主であるイギリス国王が兼ねる。1952年以降の国王はイギリス女王であるエリザベス2世。カナダの主権者でありカナダ議会の長、カナダ軍最高司令官イギリス国王が兼ねる。カナダ首相の推薦に基づいてカナダ総督を任命し通常イギリスに住まう国王がカナダの首都オタワに滞在していない限りは 総督が体験を代行する。さらにその体験も、不文憲法であるカナダの憲法の規定する、ウェストミンスターシステムに強く拘束されるため、国王の地位は名目上のものである。イギリス国王とカナダ国王の君主としての法人格が異なるのみならず、カナダの連邦と各州でも国王は別々の法人格を持つ。すなわち、カナダ国王には、 連邦に加えて10の州に対する11の法人格があることになる。各州政府における国王の体験は、それぞれの州におかれる副総督に対抗される。カナダへの帰化と、カナダにおける議員や裁判官などの主要な公職や、軍人、警察官への就任は、国王への忠誠を宣誓することが要件の一つである。州によっては弁護士資格取得の要件の一つでもある。 A, エリザベス・ザ・セカンドバイ・ザ・グレース・オブ・ゴッド、オブ・ザ・ユナイテッド・キングダムカナダ・アンド・ハーザ・ア・レルムス・アンド・テリトリーズ・クイーン、ヘッド・オブ・ザ・コモンウェルス、ディフェンダー・オブ・ザ・フェイス・フッツ、エリザベス・ドゥー、パール・ラ・グラス・デュ・ユレーヌ・ジュロヤ・ウメ、ユニ、ジュ、カナダ・イデセオ・ートル・ワイ・オム・イ・テリートワール、シェフ・ジュ・コモンウェルス、ディフィンサー・デ・ラフォア・カミの音調による、連合王国、カナダ並びに、 その他の諸王国及び諸領土の女王、イギリス連邦の元首、信仰の擁護者、エリザベス2世。ありがとうございます。